あり、その名の通りアルファルファを含む、マメ牧草の害虫。ヨーロッパ原産。北アメリカ、西アジア、東アジア、北アフリカの世界各地に移入分布する。日本では、本州、四国、九州の西日本に外来種として分布する。紫馬小屋市紫爪草、白爪草、ヤハズエンドウ、スズメのエンドウ。 馬小屋やし、げを食べる。5月頃から樹皮や石の下、建物の隙間などに身を潜め集団で仮眠する。日本では1982年に福岡県と沖縄県で初めて確認された。西日本を中心に分布していると思われていたが、近年になって関東地方でも生息が確認されている。また、2000年には、 北海道で成虫が採集されている。貨物に紛れ込むなどして分布を拡大させている。牧草以外にも同じ豆科のレンゲの葉や花を植害するため2002年には埼玉県と栃木県のレンゲ祭り会場で大量発生して花が咲かない事態となった。ちなみに千葉県や群馬県のレンゲ祭り会場では祭り後にレンゲを刈り取ったことで 結果的に繁殖を抑制することになり異常発生が起こらなかった。また、豆科ではないキュウリ、メロン、ナス、玉ねぎといった農作物への食害も報告されている。対策として本種の天敵であるヨーロッパとビチビアメバチの導入を本州を中心に進めている。日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。 アルファルファタコゾーム市国立環境研究所、新入生物 DB、DB ハット ABCD 神田健一、森本信夫、柴拓也、関東地方におけるアルファルファタコゾーム市の分布、グラスランドサイエンス第49巻第6号、2004年、PP635 から639、2011年6月25日、閲覧。AB 村上交渉。 和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館、2002年9月30日。ISBN4 から8052から0706、X。山口隆弘、森谷誠一、水谷忍角田隆史、東跡秋子、本州中部、北部におけるアルファルファタコゾウムシの、分布マイナス2006年春季の調査。 関東東山病害虫研究開放第54巻2007年 PP165 から1722011年6月25日閲覧ありがとうございます。